たの。フリーガンダム解説動画。皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回は新 SD ガンダムガイデン、ナイトガンダムストーリーの第2章、幻魔王の挑戦について解説していこうと思うんだけど、ただその前にまずは、ゼロガンダムに至るまでのサンダーソード継承者、イカズチ一族、ドラグーンについて解説してみたいと思う。おお、思ったより長い歴史があるのね。すべての始まりはまだスペリオルドラゴンもいない、スダドアカ前史での世界から始まる。え、そんな前から、その頃の世界は、武闘神デュエルカイザーと呼ばれる神が統治しており、その神の司祭によって、次期神候補となる人物を選定するための、バーサル号と呼ばれる武闘大会が開かれていた。そこには後のスダドアカの神、初代スペリオルドラゴンとなる、グラディエータガンダムエッチアも参加していた。え、初代と二代目がいるの？そのあたりはめちゃくちゃややこしいから、いずれ解説しようと思うのぜ。で、この大会には、竜剣士キュリオスという剣士が参加していて、モチーフとなるのは00ガンダムの、ガンダムキュリオス。ガンダムキュリオス。いきなりモチーフめっちゃ新しくなったね。まあスダドアカ前史の話はすべて最近追加されたので、モチーフが新しいものばかりとなるな。さらにそのキュリオスの兄となる、竜王アリオス。モチーフは名前通り、アリオスガンダム。アリオスが弟じゃなくて兄なのね。この兄弟二人が今現在わかっている、遥か未来の子孫である、ゼロガンダムにもつながる一族のご先祖様にあたる。当然二人は、サンダーソードの源流となる剣の使い手であり、勇者ガンダムことエクシアに力を貸して、共に戦っていった。なるほど、すべての始まりはここからだったのね。そんな勇兄弟と勇者たちが最初に戦ったのは、ダークロードスサノーマスターガンダムであり、スペリオルドラゴンに覚醒したエクシアと仲間たちとの協力で見事に倒すことができた。おお、ここでスペリオルドラゴンが誕生してたのね。マスターガンダムはここで倒されて封印されるが、遥か未来の先で復活してまた暴れることとなるな。00のスサノーから G ガンのマスターガンダムに繋がるとは面白いね。ただ破壊神バロックガンが現れたためにスダドアカは最初の崩壊の危機を迎えることとなる。ちなみに核となるバロックコアは、00ガンダムラスボスである、リボーンズガンダムだな。エクシアからスペリオルドラゴン00に進化した相手としては、まさにうってつけだね。ただあまりにバロックガンの力は強大であり、戦いの中で、スペリオルドラゴンの力をすべて使い果たしてしまった。そして最後には仲間たちの力を借りた、トランザムアタックでなんとか封印することに成功した。その時兄のアリオスは勇者ガンダムたちと共に、スダドアカから完全に姿を消すこととなった。いなくなっちゃったのか？ちなみにこの時、勇者ガンダムが最後まで使ったスピアが刺さったまま残り、後にこの地にラクロア王国ができて、ナイトガンダムが引き継ぐこととなるな。まさかスピアがあそこに刺さるまでの話があったとは、ものすごい壮大なストーリーだね。あとアリオスは決して死んだわけではなく、別世界にて勇気しアレルヤとして、人間族に転生していた。まさかパイロットの方のモチーフキャラに、転生しているとは。その世界で同じく転生していたナイトセツナこと、ナイト00クアンタと共に、バロックコアと戦うこととなる。とうとう劇場版の、00クアンタにまで進化してたのか。ちなみにスダドアカに残された破壊神本体の方も、後に封印から解かれて暴れることになるな。その影響力でジークジオンが誕生したりと、後々にまで多大な影響を残すこととなっていく。めちゃくちゃ影響を残してたのか。話はそれたけど、バロックガンを他世界へと飛ばして、とりあえずのスダドアカの崩壊を止めることはできたわけだけど、ゾディロックと呼ばれるバロックガンの軍勢が多数おり、残された古代のスダドアカの戦士たちとの、総力戦となった。その戦いによってアリオス兄弟たちと同じく、竜騎士廃入といった多くの竜の一族の同胞が、おそらく命を落としていったと思われる。一族の中にニューガンダムがいたとは、古代においてはむしろ数多くいた、後のイカズチ一族の先祖である竜一族は、ほぼ絶滅してしまったらしい。スダドアカを守るために、必死に戦ってくれたんだね。滅びてしまったかと思われた竜一族であったが、実はスダドアカどころか、メビウス銀河という別の宇宙で血脈は続いていた。一体どういうこと？竜一族最後の末裔が、SD コマンド戦記、グレートパンクラチオンに登場するドラグナージーク。ちなみにモチーフはガンダムではなく、飛行戦記ドラグナーに登場する主役機、ドラグナー1型。まさかのモチーフ、竜？
ドラゴンつながりで持ってきたのね。危険ドラゴブリンガーにプラズマドラゴンを宿しており、戦いにおいて解放して、絶大な力を持って敵を倒す。この世における最後の竜使いであり、またプラズマ、イカズチの力を持つ現在まで続く、サンダーソードの始祖である。なるほど、このキャラクターこそが本当の意味で、ゼロガンダムたちの始祖に当たるのね。このプラズマ化したドラゴンを剣に宿すことができるのは、実は今のところ現在もこのジークのみであるため、後世でも彼は活躍する。そのため今現在も続くサンダーソードに、プラズマドラゴンを宿したのはもちろんジークであり、そのサンダーソードを代々受け継いで、プラズマドラゴンから雷の力を引き出して、必殺技として昇華していったというわけだな。なるほど、ジーク同様にプラズマドラゴンが宿ってるから、雷の技が使えてるというわけね。ただイカズチの力を引き出すことはできても、誰もジークのように、プラズマドラゴンを召喚して戦う技は継承されていないな。なるほど、初代のみの、失われた幻の技となってるわけねー。ちなみにジーク自身は SD コマンド戦記シリーズのキャラであり、パワーアップした弱点とともに、最後まで戦い抜いた。まさか SD ガンダム外伝の方に、こういう形で逆輸入されてこようとはねー。それから竜一族の創造主である、デュエルカイザーと開口したジークは、あのハッキンのハルバードを与えられることとなる。え、あのハルバードって、この神様から与えられたものだったの。それからジークはスダドアカへと訪れることとなり、サンダーソード、サンダーシステムの開祖となり、子孫はイカズチの一族と名乗っていく。なるほど、サンダーソードがきちんと形になるまでに、そこまでの長い歴史があったとは。さらにそれから長い年月が経ち、世界が壊滅的な被害を受け、滅亡の危機にさらされていた時代に一人の英雄が現れる。この人物こそが、創造主デュエルカイザーをもとに、あの勇気ドラグーンを作り出して、サンダーソードとハルバードを使えるようにした。え、この人がドラグーン作ったの、しかも今とちょっと形も色も違う。彼の本名や素性は不明であり、ただ伝説の聖騎士として世界を救い、グラナダ王国の聖騎士選抜会の称号、聖騎士の由来となっていった。偶然ながらゼロの大切な、先祖由来の大会だったのか。さらにさらにそれから長い年月が経ち、いよいよ時はゼロガンダムの父親である、竜騎士ファルコガンダムの時代へ。おお、やっぱりゼロガンダムの父親は、あのファルコガンダムだったのね。スダドアカで初めて彼の名が記されたのは、後のキングガンダム一世こと、ブリティス王国の騎士団長、カノンガンダムと出会った時であった。おお、これがキングガンダム一世の若い頃なのね。実はもうこの時点で、サンダーソードの現段階での最終段階に到達しており、おそらく本気を出せば、カノンガンダムよりもはるかに強い存在であった。ですよねー。当然勇気ドラグーンも召喚することもでき、奥義を極めているためにゼロとは違って、ドラグーンにはドラゴンホーンが現れている。親父さんめっちゃ強すぎ。当然ながらこの時点では、息子よりもはるかに強いな。そしてブリティス王国の正式な騎士の一人である、円卓の騎士となり、仲間たちと共に総統の王と呼ばれる、邪悪な一族を滅ぼした。かに思えたが、実は裏で暗躍していたのは、あのヒューラーザタリオンであり、総統の王もザタリオンの影響によるものであった。ジークもだけど、SD コマンド戦記と関わりが深いよねー。この時バーバリアンナイト、コナンガンダムとなっていたコマンドと協力し、なんとか完全に、このザタリオンを滅ぼすことができた。おお、よかったよかった。これでようやく使命を終えたコナンガンダムことコマンドは、このスダドアカ世界を去っていった。さようならコナンガンダム。だがこの時を、虎視眈々と狙っていたものがファルコの前に姿を現す。普段なら決して負けることはなかったが、さすがのファルコもザタリオンを倒すのに、力の全てを使い果たして弱ってしまっていた。その感激を疲れて、ファルコはその人物によってなんと、殺されてしまったという。ファルコガンダムー。ちなみにザタリオンがスダドアカへ来た影響で、先ほど言ったバロックガンの封印が弱まってしまった。おいおい、ザタリオンが真の元凶だったのかよ。さらにこの時の事件のいざこざなどで、戦力を変えた円卓の騎士は、キングガンダム一世ごと、ザビロニアによって滅ぼされてしまった。キングガンダム一世。
きっと未来で、息子が仇を討ってくれるから。そう、おそらくまさに息子である二世が、ザビロニアと戦っている頃、ファルコの息子であるゼロガンダムも、聖地リガマウンテンで修行を続けていた。意思相伝であるサンダーソードはファルコが死んだことで、再び継承者争いが起きており、この時点で三人の継承者が存在していたという。ラオウ、トキ、ジャギかな？他に名はジャギみたいなもので、サンダーソードにはふさわしくないものとして、早々に候補者から外された。この世に兄より強え弟なんぞ、存在しねえ問題は三人目の候補者となる、ナイト V スクエア。ちなみにモチーフはなんとあの、V2 ガンダム。ええ。ここでまさかの主役後継機モチーフ。それだけ似たの候補者とは比べ物にならないくらい強く、幼いゼロガンダムが勝てるわけもなく敗北してしまう。さすが V2 ガンダムだけあって強い。だがサンダーソードにはプラズマドラゴンを宿しているためか、自ら主を選ぶ性質があり、V スクエアではなくゼロガンダムを選んだ。そのため V スクエアは潔く身を引いて、後継者をゼロガンダムに譲ったという。なんていいやつなんだ。まるで時のようなキャラだねー。これで正式にゼロは、父、ファルコの後を継いで、新たなサンダーソード伝承者として選ばれたのであった。ついに太古の時代から受け継がれたサンダーソードが、ゼロの元へ。だが先ほど言った通り、兄弟子二人は気性が荒く、サンダーソードを捨てることなく、悪用し続けていることが分かった。そのため伝承者としての最初の試練として、兄弟子二人を滅ぼすために、ゼロは旅へと出たのであった。まったく、同じ兄弟子である V スクエアを見習ってほしいねー。だが旅の途中で海に投げ出されたことで、一時的に記憶をすべて失ってしまった。ええ。まさかそんなことが。そこで自らの記憶を取り戻すために、ハイランド村の導きの祠へとやってきたゼロ。そこで Z カードという謎のアイテムを使うと、導きの祠の扉が開き、ゼロは中へと導かれていった。ちょっと RPG っぽくて面白いね。中へと進んだゼロは、そこでカードでも持っている導きの剣、リードソードを手に入れて記憶を取り戻した。なるほど、この剣はここで手に入れてたのね。記憶を取り戻したゼロは、早速兄弟子のナイトサーディスを倒すべく、再び旅へと出る。ちなみに漫画ではオリジナルの技である、コロニーレーザーという技を使っていた。おお、これは派手だしなかなか強そうだね。あとナイトサーディスは実は、ガンダムマーク3がモチーフとなっている。え、実質ナイトガンダムじゃん。しかも専用の騎兵であるガンサードに乗って、ゼロを葬ろうと襲いかかってきた。やっぱり専用機持ってるよねー。そこで当然ゼロもドラグーンを召喚して、サーディスのガンサードに対抗した。当然ドラグーンの方が力は圧倒しているが、サーディスは負けじと、自らの雷の技である、サンダーボルトで対抗してくる。だがゼロはその技を食らってラーニングし、逆にサーディスに向かって、より強力なサンダーボルトによって撃破した。さすがサンダーソードの、選ばれし継承者だけはあるね。続けて残る一人の兄弟子である、ナイトメザルダンも倒しに向かうゼロ。周囲の空気を電気エネルギーに変換し、高速で気を走らせる、バキュアムボルトという技を使うことができるという。ちなみにメッメドーザという、V ガン登場のモビルスーツがモチーフのようだな。V ガンのザンスカールモビルスーツはほんと、独特なデザインで面白いな。ゼロはスペリオルドラゴンの導きもあり、見事悪の道へと落ちた兄弟子二人を倒して、正統伝承者としての道を正式に歩んでいく。まさかゼロが伝承者として歩んでいくまでに、これほど長い前史があろうとは。というわけで今回はここでキリがいいので、終わりにしたいと思うのぜ。次回こそは第二章の、幻魔王の挑戦について解説したいと思うのぜ。それではまたー。